はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはらで す。はい、先日行ってきました、プラレール博 in 東京2015。うん。こちらでですね、これを買ってきました。うん。プラレール博限定の商品ですね、南海ラピートクリアカラーで す。うちはですね、南海ラピート乗ったことないんだけど、うん。一回乗ってみたい電車だよね、これね。それでこちらは、プラレール博限定のクリアカラーだね。うん。だから中身が見えちゃうってやつだね。うん。うん、はい。それだけじゃなくてですね、プラレール博 の、 あの入場特典でこの L0K の中間車両、これをもらいました。なのでこれもですね、連結させて L0K で走らせてみようか、増え込んでね、うん、はい、こちらを開けましょうか。うん、いいよ。よいしょ。おー、あ、かっこいいじゃん。かっこいい。はい、こちらが南海ラピートのクリアカラーですね。すごくかっこいいね。かっこいい。うん、上がクリアで下がこの部分メタリックになってるね。うん、素晴らしい。うん、そしてクリアなのでこれエンジン丸見えですね。うん、これはこれでなんかいい感じするな。うん、初めてうちにプラレールのラピート来たね。うん、プラレールアドバンスもあったけどね。うん、あとピート連勝ディーか、うん、まあ、川健さんにもらったですね。そしてこちらが中間車両で、こちらが後尾車両ですね。では電池を入れて発車してみましょうか。うん、はい、このようなコースを組んでみました。かなり単純なコースですね。伏線でくるっと一周してくるだけです。はい、真ん中にナップフォードステーションあるね。でこんな感じ。それではですね、石井くん発車させてください。はい、だあれ、両方ともこれは中間の速さ、中間だよ。 L0K 遅いな。L0K、 そろそろ電池なくなってきちゃった。違うよ、いっぱいあるから。お、スイッチになる。おお。ねえ、この音最高。はい、ということで今回はプラレール博のお土産、南海ラピートクリアバージョンと、L0K の中間車両でした。イエーイ。